ブラッド役の江浦雄大です。よろしくお願いします。今回最年少っていうことで、周りがすごい大先輩ばっかりの中で一番年下でやるっていうのはすごい緊張して怖い部分もあるんですけど、ワクワクの方が勝っているので、ちょっとエネルギッシュの若さでちょっとひたむきにやれればいいなと思ってます。でさっき自分のやるブラッドの役がちょっとアル中で、ワインの街なのにビールとウイスキーばっかり飲んだくれてるっていう役っていうちらっと先にお聞きしたんですけど、まあだらしなくできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。